あかりでーす。今日はですね、私キャバ嬢になりたいということで、こちらの方にナンバーワンキャバ嬢にしていただきたいと思います。元ナンバーワンキャバ嬢の黒崎美沙様です。黒崎美沙様です。かわいい。元キャバ嬢さんでナンバーワンということで、今回は私をイメちゃん、イメちゃんキャバ嬢にプロデュース、はい、させてもらっていただこうかなと思います。よろしくお願いします。頑張れ。お願いします。まずベースメイクはしてあるんですけど、メイクからしてもらおうと思います、うん、どんなキャバ嬢のイメージかによるかもしれない。清楚エロ男を見下す。あのサラリーマンの細飲みはいらない。細飲みって何？あ、いらないいらない。石油王系欲しい、うん、じゃあまずハイライトいきたいね。ノーラメルシェ、ノーラメルシェ、あかーい、ノーラメルシェ。あ、じゃあお顔拝借いたします。まずまぶたになる、なんかこうこの眉下を光らせる、とにかくキャバ嬢動くから360度キラキラしないといけないですね。あと目頭からハの字ラインって、すごい顔見える。やばくない？え、すげえ。でここにつけるじゃない。清楚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 。下はまあ鼻先がね、こんくらいかな。あの高いから。キャバ嬢は絶対キラキラを忘れるべから。忘れるべからだ。身につけるもの、化粧、性格全部キラキラしてダメだから。あかー。え、料金的にはさ、ミサちゃんに会おうと思ったら何円ぐらい最初さ。最低3万。女の子だったら全然3万。あ、3万でもいいか、うん、男の靴だったら、あとで聞こう。じゃじゃーん、チョコクロワッサー。サマルクカフェのロイヤルミルクティーです。キャバ嬢風になんか乾杯とかありますか？目下の人が下ですね。はい、ごめんなさい。私が目下なんで。あ、私は今日はナンバーワンキャバ嬢だから。そうそうそう、はい、いただきます。いただきます。いただきます。美味しい。やだ、そんなキャバ嬢。あ、やだやだ。え、あれ聞けないの？おいしい。きたー。では、うん、こう塗って、その後この色。男性は最低何万円？うん、え、7かな。最低ね。うん。ミサに会うには7万握りしめてこないとダメだよ。濃いよ、このブラウン。濃いお色を塗ります。うん、ねえ、ゲンジナ決めようよ。そうだよ。ゲンジナ決めなきゃ。何にしようかな。レンとアカリをミックスしよう。アカレン。アカレン？カリン。なんだろう。カリン。あ、カリンいいじゃん。黒崎カリン。兄弟？うん。じゃあ黒崎の先を当て字にしたらいい。先を柵にしたりとか。私ザキじゃん。黒く咲く、うん、カリン、はい、いいじゃん。ダズルシャドウリキッドエブリデイイズサンシャイン。これはザキが必須、うん、かわいい見せてくるの毎回。めっちゃ目綺麗じゃない？うん、キャバ嬢は白がいいのよ、うん、で、この上からこれ塗ろう。はい、ピッ。あれは薄くなろう。え、なんかさ、イケメン来たらさ、恋に落ちる？まあ、落ちたこともある。希望持っちゃうよ、見てるさ。いいね、うん、ふっくり超新鮮。めっちゃいい。ここから、うん、内側にかけてはちょっと自分でとして怖いから。わかりました。どう？あ、めっちゃいい。はい、褒められた。キャバ嬢はアイシャドウで垂れ目にここつなげないで、ミサちゃんってお酒強い？うん、強いと思う。マジ？強い。え、何喋る？あかりちゃん男の人とするじゃん。うん、今で、やって。あ、はじめまして。あ、はじめまして。黒崎ミサって言います。こんにちは。お名前は？カリ染め園太郎です。あ、え、なんて呼ばれてる？みんな染めですね。あ、じゃあ染めたんにするね。染めた、あ、染めた。じゃあ染めたんさ、パッとめっちゃディオール好きそうじゃない？お、うん、当たり？うん、そうかな。え、好きなブランドは？まあ、ディオールだけど。あ、だよね、うん、私もディオールめっちゃ好きやもん。あ、そう？うん、そうなんだね。これ同じの持ってるもん。そうなんだ、うん、同じの持ってるもん。そう、え、お揃いじゃない？え、お揃い。だよね。え、お揃い増やしたくない？好き。だよね、うん、私今これ欲しいんだよね。すごい。すごい。え、買っちゃおうかなってなる？お揃い増やしたくないってこと？お揃い見てるなって思って。圧倒的顔面があるからさ。可愛いじゃんってな。今のすごかった。すごかった、ね、やりよるやりよる。キャバ嬢はみんな身につけるものかブランド品ばっかりになるわけね。あ、そういうことね。
しい。ねえ、あれ書いてもいい？何？泣き袋。いやどう？かわいい。めっちゃかわいい。泣き袋です。うん、色気です。で、次はチーク、うん、はい。何使ってるやつ？チーク使ってないです。え、嘘でしょ？マジ？え、チーク塗らない？ノーチーク、うん、ダメ？おこ？うん、おこ。ピンクで、まあ普通にこの辺りでいいかな。かわいい。新鮮な赤いじゃが入れてるのあんまり見ないから。いいわいいわ。眉毛は細くなのよ、うん、細く、うん、へえ。ちょっと明るい色の方がいい。髪色より？そう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 、眉毛浮いてるよぐらいの感じで。すげえ。マジで目元うますぎてやばい。ほんと嬉しい。かわいい。グロスは？グロス、あ、マキシマイザーならでます。正解正解です。キャバ嬢マイザー、マキシマイザー。めっちゃいい。よくない？超色っぽくない？やばくない？メイクは完成ね。どう皆様、この泣き袋、うん、セクシーキシー袋とキャットラインのね、セクシーな、うん、にゃんにゃん。ということで髪の毛と服をチェンジしてきます。うわー、紫かりんさん。はい。まるまるさん指名できたよ。あ、はい、失礼します。どう？ご指名いただきありがとうございます。黒崎かりんです。六本木。どうでしょう皆様、パイがすごいことになっておりますね。みささまプロデュースでやっていただきました。え、マジ漏れてる。1位だと思う、自分の力込みで。さすがですわ。やっぱ本当にね、みささまがプレゼントしていただきました。違いあるわ。接客はハンドサインがあるらしいので、ちょっとハンドサインを習いたいと思います。王道なとこから行くね、うん、お客様が来店されました、うん、まずお客様に何をしなきゃいけない？酒出す。おお、そう。酒出す時にお客さんのグラスがないとするじゃん、うん、その時にこう、これがゲストグラスで、あと呼ぶ時にお願いします、お願いしますって言ってから、遠くにいるボーイが気づくじゃん、うん、お願いします。もう一瞬よ、店だの一瞬。こうかりんちゃんがお酒作ろうとするじゃない、うん、氷ないのよ。使えるなボーイ。うん、氷欲しい時なんだよ。お願いします。四角いのこうなの。こうそう。お願いします。アイスない。お願いします。とかアイスとグラスを使った。お願いします。で、すげえ。ここにもう一つグラスされるのが、うん、君も飲みなよ。あ、いいんですか？マジかよ、自分のグラスもないってなるじゃん。うん、女の子のグラスはなんてやると思うんですか。さっきこれだったから、うん、D! かわいいなー。 D! 女の子はさっき氷の時はちょっとこれなの。覚えた、うん、覚えた。やってみてください。お願いします。君も飲めない。ジジナインセツくっせえな、うん、ダメダメダメ。心の声は酔っ払っても漏らしちゃダメ。はい。まあおしぼりを、うん、体すっぱっておしぼり、でおしぼりを頼む時にする。うん、にぎにぎ。正解。すごい。お願いします。そうそうそう、やるとおしぼりが来るね、で次は冷たいおしぼりが結構活躍する場面も多くて、うん、冷たいおしぼりなんて言うと思う？キュッキュッ。体の中で爪がある部分、こうなの。そう、片方でこう鳴らす。これが冷たいおしぼり、爪しぼ。うん、あとは常年姫もらえたとするね、うん、その時に常年姫もらいましたって言えないじゃん。言えない。言えない。その時にするサインがあるんですけど、はい、まあ難しいと思うからもらいました。じゃあお願いします。ハンドサインじゃん。待って、それ面白い。もらいました。それやろうか。これにしましょう。現役の時はよかったね。変えてきましょう。めっちゃ分かんないな。これいいわ。でもほら、ここに行っていいよとかいう意味があるんだけど。 Here。 おお、惜しい。そう。うわー。これを2回あるね。私はここよ。そうそうそう、この席ゲット。そう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 。場内指名。ボーイに恋することはないですか？それはね、好きなんで。そうなの？
ゲンです。ボーイさん側が。うん。どうするルン君みたいなボーイさんに。すぐ手出す。このサインは、まあ、いろんなもっと細かいのあるの。これで大体は仕事はできる。おお。うん。じゃあ実践してもらっていいですか？実践しましょう。フリーでじゃあ3人で来たことにしますか？フリーで3人で、はい。はじめまして。はじめまして。黒崎かりんと申します。あ、かりん。かりんちゃん、よろしく。よろしくお願いします。お願いします。いや、僕たちまだ何も頼んでないよ。じゃあ、とりあえずどうする？焼酎でいいか。うん、焼酎で。焼酎で。お願いします。ありがとうございます。私もなんか飲みたいな。あ、いいよ、一緒に飲む。え、飲む。うん、じゃあぜひ飲んで一緒に。お願いします。ありがとうございます。いただきます。じゃあ乾杯。乾杯。お酒は強いの？おいしい。ごめん。ティファニーとかお好きなんですか？あ、うん、好きかな。私もティファニー好きなんですよ。でも今日身につけてなくない？ティファニーってお高すぎてなんかゲットできないって。でもなんかディオールとか、これはフェンディとかも。これパチモンなんです。パチモンなんだ。パチモン。はい。あ、じゃあ今度買ってあげるよ。Joe.